皆さんこんにちは、フリースタイルプロスケーターのみっちーです。今回はですね、バックサイド180のハウツーを、ゆうまさんに今回もやっていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。あの前回フロントサイド180の、ハウツーで、その前はオーリーのハウツーということで、同じようにゆうまさんにやっていただいたんですけども、同じ日にちょっと撮影をしております。ということで、じゃあ早速、はい、バックサイド180のハウツーを、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと一回見せてもらってもいいですか。はい、はい、おわお、はい、お願いします。あ、いいですか。はい、はい、スタンスですけど、はい、まあ、あくまでも僕のスタンスなんですけど、はい、まあ、テール足は、ウォーリーと一緒です。はい、真ん中ですね。うん、真ん中です。うん、で、前足が、フロントサイド180の時はつま先を出したんですけど、はい、バックサイド180の時は、ここはちょっとつま先を、ここちょっと開けます。おー、はい、で、まあ、意識的には、こう、すって、この、まあ、斜めにというか、はい、ここの、こう、まあ、なんか足が抜けちゃうような、うん、イメージがあるので、うんうん、まあ僕はちょっとここを開けて、開けて、はい。はい、180するように、はいはい、しています。これはフロントサイドの時には、上半身から回って、後から足がついてくるっていうような感じだったと思うんですけど、はい、バックサイドは、やっぱり上半身からひねるんですか？そうです。バックサイドも体を回して、叩きます。はい、はい、はい。なので、まあこう、フロントサイドと同じように、はい、こうしゃがんで、はい、上がるときに回りながら上がって叩く、はい、おー、回りながら上がって叩く、はいはい。ちなみにグーフィースタンスのスタンスもちょっと見せてもらっていいですか。グーフィーもまあ同じになるんですけど、まあテール一緒でつま先前の足のつま先を、はい、ここまあちょっと間を空けて、はいはいはい、っていうようなスタンスですね。ああ、なるほど。ポイントとして何かありますかね。ポイントはですね、まあ体になるんですけど、はい、まあバックサイド180の場合、まあ僕はなんかやり方として2種類あるのかなと思っていて、はい、まあまずはこう後ろのテール足でちょっとこっち側に、バックサイド側、はい、に蹴って体をついていかせるパターンと。後ろ足はオーリーをして、前足で90度まず持ってって、はい、その後体、腰を使って残り90度。おー。っていう、まあ、2パターンやり方があるのかなと思うんですけど、はいはい、まあ、僕の場合は、はい、どっちかというと、後ろ足は真下にオーリーと同じで叩いて、はい、前足で前90度持ってって、はい、残りを腰で回すっていうようなやり方になるんですけど。なるほど、なるほど、はい。2種類あるんですね。そうなんですよ。はいはいはい。で、その、まあ、毎週90度持っていくパターンなんですけど、はい、ポイントとしては、まあ、体回しながら飛びます、はいはい、で足でちょっとバックサイド側にこう蹴るよって、うんうんうん、蹴ってから、でこっからがなかなか回らないんですけど、うんうん、こっからもう腰を使ってグッと、まあ、腰を入れるイメージ、はいはい、腰を入れる感じ、はい、あ、なるほど。
はい、じゃ今、見せてもらったのは、はい、先ほどちょっとポイントで、はいはい、オーリーをしてから前足でこう持ってくるタイプの180だと思うんですよ、はいはい、今のが、はい、なので次はあの先ほど説明で言っていたオーリーをするではなくて、はい、斜めにこうちょっと蹴ってテールの足で、はい、ってことですよね、のバージョンを、はい、いいですか、やってみますか、はい、はい、ということで、今回はバックサイド180のハウツーを、ゆうまさんにやっていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、結構フロントサイド180に続いてバックサイド180は、まあ、オーリー系の基本動作になりま す、ね、はい、やっぱこれもなかなかこうきっとすぐにはできないですよね。難しいかもしれないですけど、はい、オーリーがまあしっかりできてれば、はい、もしかしたらこう簡単かもしれない。あ、やっぱ基盤はじゃあやっぱ多いですね、大事ですね、はい、まあ、このトリックも、ちょっと根気強く1日2日でね、すぐにできるようになる技ではないと思いますので、ちょっと粘り強く練習してみてください、はい、ということで今回は終わります。それではまた。